で皆さんこんばんは。こんばんばは、えー、コミュニティビルディングワークショップジャパンの4回目、えー、ご参加いただきありがとうございます。えー、今日司会します。戸田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい何かあったらあの皆さん、遠慮なくチャットとかに書いていただければ、えー、拾っていきますので、えー、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。で、今日は,、えー今日はえー、と4回目。 えーの開催となりまして、今回のテーマは、多様な登壇者を増やすには、えー、それの取り組みの紹介と、あとみんなでディスカッションをしようという会になっています。えー、毎度おなじみなんですけれども、イベント参加におけるお願いであったりとか、歓迎されることをもう一度おさらいしたいと思います。 えー、雰囲気のいい、そして誰でも受け入れる環境を全員で育てていきましょう。そして思いやりを持ち、お互いを尊重し、協力的に行動し、えー、品位のない、または差別的な、または迷惑な行動や発言、まあ、ズームなんだ発言ですね、発言は、えー、控えましょう、えー。これはもちろんチャットも含みます。えー、周辺に気を使ったりとかしましょうで。もしこのイベントの中で、例えばそのチャット欄とかで何かが起きている。 何かが起きてるなとか、えー、気づいたことがあったら、えー、イベント運営者、えー、4人います、えー、全員名前の前に括弧運営と入ってますので、えー、僕らにお知らせください、えー、で本イベントは、えー、GPL を含めたワードプレスのオープンソースプロジェクトの原則を守ることを、えー、守るため守って進めていきます えー、で今回、これワークショップという感じで連続性のあるワークショップでやってますので、できる範囲で皆さん発言をしたり、まあ、発言できなかったらチャットで書いたりとか反応したりとか、あのズームってグッドボタンとかいろいろあるので、そういうのを使ってみんなで能動的に、えー、参加していきましょう。そして、えー、もう4回目を迎えてあと数回しかないんですけど、今後のイベントの企画とかに参加していただくのも大歓迎です。で 本日のアジェンダなんですけれども、えー、今もうやってましたね。このワークショップの概要紹介をしつつ、みんなでテキストで自己紹介をしてもらいつつ、運営からのお知らせが何個かあり、その後、えー、今日のテーマは中川さんですね。中川さんにお願いをして、多様な登壇者を増やすには、えー、その中の取り組みの2つですね。ダイバーシティスピーカートレーニングというものと、えー、とスピーカーのセレクションの紹介というのを、えー、進めて、で、えー、結構みんなイベントの最後になると、 忘れたってなることが多いので、えーと、ディスカッションに入る前にみんなで写真を撮って、その後、えー、とブレイクアウトルームですね、ブレイクアウトルームを使ってグループディスカッションをしていきたいなと思っています。でまあ <laughs> 繰り返しになっちゃうんですけれども、基本的にあの迷惑行為とかないように、えー、もう4回も参加されている方は、またこのスライドを見たのか、また見ているぞっていう人もいると思うんですけれども、えー、守ってほしいことがありますので、えー、基本的なルールを守っていただいて、えー、一応僕らのイベントもワードプレスコミュニティの行動規範に沿っています。えー、その行動規範って何コードオブコンタクトって何っていう人は、ぜひこのスライドに書いてあるリンクをご覧いただけた、今一度、 ごはい。で、もう四回に、4回目にもなりますけれども、じゃあ、このコミュニティビルディングワークショップとはというところで、えー、みんなでコミュニティのスキルを一緒に学ぶワークショップです。えー、4回目となり、えー、なっていますが、現在、ワードプレスのコミュニティグループでの動きを、えー、知ったりとか、ミートアップグループの再,再活性化を図ったり、または役割、名称や担当の変更、変更、次世代のイベントの国民などいろいろある中で、それらを みんなで学びながら次への世代へ進めていこうとしているワークショップです。で、まあ、目的としては日本のコミュニティのより良い方向性を一緒に模索して一緒に作っていこう。僕らがこうですよっていうわけじゃなくてみんなでこういうのどうですかとかこれはどうなってるんですかとか質問があればそういうのもお答えしつつ、えー、一緒に やっていくワークショップとなっていますえー、6ヶ月間月に1回一緒にやって進めていく、えー、連続性のイベントとなっていますで、まあこのイベントの参加者なんですけれどもここには書いてあるのに限らずなんですけれども一応僕らの4人の狙いとしてはミートアップのオーガナイザー共同オーガナイザーも含むまたは今後ミートアップをやってみたいと思っている方ミートアップ の運営に興味がある方、ワードプレスが純粋に好きな方、えー、誰でも歓迎してます、えー。なので、もし自分の身の回りでね、興味あるなっていう人がいたら、えー、ぜひお誘いいただけたらと思います。で、運営、さっき4人いると言ったんですけれども、左上,上から高野さん、額賀さん、ゴーテンさん、僕、戸田ですね、えー。僕ら4人で運営しています。今後の運営とかも募集してますので、うん、興味ある方はぜひ。 お声掛けください。で、今後のトピック、今日は多様性の登壇者、スピーカーの多様性を求める会となってますけれども、今後、えー、6ヶ月にわたるって言ったんですけども、あと2回しかないんですよね。早いものですね。あと2回なんですけれども、その中でメイクワードプレス、グローバルのコミュニティですね、グローバルのコミュニティチームの参加方法を紹介して、したりとか、あとはコミュニティの運営にオープンソースの手法を応用するにはどうしたらできるのかとか、または 結構どこ行っても聞く行動規範、行動コンタクトというのはなぜ必要なのかというのをみんなで模索したりとかできたらなと僕らの中では思っています。ただみんなの中で気になるテーマとかトピックがあったらぜひ、えー、チャット欄でもいいので教えてください。はい。で、何度も言ってますけども、ズームのチャット欄で気軽に参加者同士で会話や質問をしてみてください。えー、僕ら運営がお答えすることもあれば、僕ら運営よりも早く誰かが こうじゃないですか？と教えてくれることもあるかもしれないです、えー、みんなで一緒に作っていけたらなと思っています。で、えー、今日学んだ学んだ学んだというか、今日知ったこと。気づきは twitter って言わないんですよね。xx とかでなんか？まあソーシャルメディアでハッシュタグとかつけて発信したい場合は、この cbwj っていうのをつけていただけたらなと思います。 でな、さっきも言いましたけれども、オンライン開催に注意点として何か不可解な、不快な行為を見かけたら運営にお知らせください。えー、運営には確保運営がついています。もしイベント中に何、えー、イベント中に、えー、言えなかったこととかあった場合は、えー、皆さん今回申し込みに、申し込んでいただいた meetup.com から、えー、メッセージを送信という欄がありますので、そこから送っていただけたらと思います。 はい。そして自己紹介なんですけども、すいません。前回と同じ質問になってます。なので3番を考えます。なん <laughs> だろう。はい。じゃあ、えっと、皆さん、えっと、さ自己紹介、これ書いてなくて申し訳しいんですけど、1、ご自身の名前、えー、ニックネームでも OK です。みんなに何て呼ばれたいか。2、所属、肩書きあ。別に会社名とか書かなくても全然いいですけど、何してるか。で3、え二、ー、2023年も残り2ヶ月です。 皆さん、2023年やり残したこと、このあと2か月でやりたいこと、サクッとチャット欄にぜひ書いてください。10か月終わりましたね。もう早いです。早い。<laughs> あと2か月。あと2か月といってもね、ハロウィンが終わったばかりで、もう街はすっかりクリスマスムードですけれども。 えー、お父さん、お母さん、世の中のお父さん、お母さんはもしかしたら、これからクリスマスプレゼントを買いに行かなきゃっていう人もいるんじゃないでしょうかね。やりたいこと。はい。おおい読み上げていいのか分かんないですけど、綺麗な星の写真を撮る。冬になるとね、星、綺麗に撮れることも多いですし。 でも星を取りに行くってなるとちょっと寒いところに行かないといけないから大変そうですよね。えつまつのお祭りの無事成功。そうですね。そういうお祭りとかは大事ですよね。成功するのが。感、は、じ、い、で、すね徐々に徐々に皆さん書いていただいているので、えー、引き続き自己紹介を書いていただいて、時間も限られているので、本日の メイントピックですかに、行く前に運営からのお知らせ、お知らせあるのかなあ、はい、前回から言ってますけども、ウェブサイトができました。events.wordpress.org スラッシュジャパンスラッシュ2023スラッシュコミュニティトレーニングというちょっと長い URL なんですけれどもあの、運営の誰かがそのうち URL をチャット欄に貼ってくれると思うんですけれども、えー、ここで情報発信をしています。 ぜひご覧ください。で、スラック、えっ、ー、と、ワードスラックという日本のコミュニティ向けのスラックがあるんですけど、その中に、えー、このワークショップ用のチャンネルもできていますので、もしまだ参加されてない方は、ぜひ、えー、参加してみてください。はい。ということで、今日の本題です。今日の本題は、今日はぬかさんにお願いしています。ぬかがさん、じゃあお願いします。 はいよろしくお願いします。じゃあ、ちょっとあの多様な登壇者を増やすにはっていうことで、えーと、基本的にワードプレスのイベント、ミートアップとかワードキャンプっていうものをターゲットにしてと話しさせていただきたいと思います。で、えーと、まずちょっとどういう取り組みがあるのか。 ということをご紹介させていただいた後に、じゃあ私たちができることは何だろうっていうディスカッションをみんなでできるといいなと思っています。ということで、えっと、コミュニティ全体としての取り組みなんですけども、えっとまあ、多様性っていうことでいうと、ダイバーシティスピーカートレーニンググループというのがあります。で、えっと今日この後紹介するダイバーシティスピーカートレーニングっていうのがあるんですけど、まあ、こういった取り組みを中心として、こう日本だけじゃ なくてあの海外あちこちでダイバーシティスピーカートレーニングをやっているというグループになります。で、えー、とハンドブックにいくつかこの多様性に言及したようなお話がありまして、も、えー、ともとはスピーカーの選出というワードキャンプのスピーカーをどういうふうに選出するかっていうような項目の。 ハンドブックのページがありますハンドブックっていうのは、えー、取説みたいな感じですね。はい、で、えーと、ちょっとこれはまだ日本語翻訳はされていないんですけど、多様なスピーカーリストの構築をどうしたらいいのかというページがあります。で、もう1枚、あのー、今日紹介させていただくもので、ワードキャンプのスピーカー選考というページがあります。で、まず、ダイバーシティスピーカートレーニングについて、 お話ししますダイバーシティ・スピーカートレーニングがどういうものかっていうと、まあ、こんなふうに最初に書いてあるんですけど、ワードプレス・ミートアップやワードキャンプで女性や他の不特定多数のグループの人に話してもらうのに苦労したことはありませんかということで、ダイバーシティ・スピーカートレーニングはそういった方のための実践的で効果的なレッスンプラン。 を提供していますということで、あの日本語訳翻訳されたハンドブックがあります。で、えーと、内容っていうのは本当にここにあるような実践的で効果的なレッスンプランが中にあって、ワークショップができます。で、今まで日本では過去3回、でまたトレーナーのトレーニングを1回開催しました。全部、えー、とコロナ禍で やっったものなのななでオンンラインになっていますでダイバーシティスピーカートレーニング自体はオンラインでやりましょうというものではなくてオフラインあので対面式でも計画されていたはんあのトレーニングなのであの別にリアルで開催できないわけではなくてむしろリアルでも開催できるものになっています。でまあ、どんな内容かというとちょっとざっくり。 こんな感じってていうのを抜粋ししみましたで今までは日本でやった時オンラインでやってたので「ミロ」というオンラインのホワイトボードみたいなものを使って付箋をペタペタ貼っていくような形で進めました。で、えー、と自己紹介から始まってブレインストーミングとにかくあのいいとか悪いとか考えずにトピックになりそうな種を出すという時間。 で、そこからトピックを絞り込むという時間。で、絞り込んだトピックから選んでいく。で、ね、そこから企画案を書く。で、タイトルを書く。略歴を書く。タイトルと概要を書くっていうところで、最後までいくと、もうそれであのスピーカーとして応募できるようなものが出来上がりますというものになっています。で、このレッスン。 っていうかあのトレーニングで何をするかというと、下にちょっと抜粋してるんですけども、まあ、話すことを妨げていたものを見るっていうのは、このダイバーシティスピーカートレーニングに参加する人っていうのは、今までスピーカー経験とかがあんまりない方。じゃあ、どうしてなかったのか、何がその話すっていうことを妨げていたのかっていうことをちょっと考えてみようという時間。で、じゃあ、それの不安を乗り越える方法っていうのを考えてみよう。で、ねえー、例えばなんか、 不安っていうのが何かっていうと、なんかそんなに自分はトピック持ってないよとか、話すのにふさわしい人間じゃないよとか、でそういうことはないよっていうことをちょっと掘り下げて考えていく。で、実際、じゃあ、ワードプレス関連のトピックを考えてみるっていうところで、話題にして発言、それで発言していいんだっていう自信を高めて、でかつ、このダイバーシティスピーカートレーニングっていうのは、嫌だったらスキップしていいですよとか、 あの嫌なったら退席していいですよっていうような状態で、まあ、安全でな,な空間での会話を練習するということが書いてます。でなんかあのちょっとこう例えばレッスンの中ではあのなんか FAQ で困った質問をされた時どうするかとか結構なんかこの略歴を書くとかいうのも実践的なんですけどそういったあのこういう時どうしたらいいみたいな実践的な内容も入って いますすみません、ちょっと文字ばっかりなんですけど、えっと、じゃあスピーカーセレクション、ワードキャンプにどんなスピーカーが必要なのかっていうことが、えーと、この中には書いてあって、ちょっとそこから主なものを抜粋しています。でまあ、基本的にじゃあ 魅力的でまとまったイベントになるようにトピックを魅力的に組み合わせる。一つのトピックで魅力的じゃなくても、一つに偏らないようにするとか、魅力的に組み合わせる。でまあ、大勢を引きつけ、チケット購入につながるようなトピックとスピーカー選びちょっと太文字にしているんですけども、地元スピーカーと遠方からのスピーカーの割合を考える。なんか、もともとワードキャンプはロックスターばっかり集めるんじゃなくて、 地元のスピーカーも大事にしよう、登壇する機会を持たせようみたいなところはあったんですけど、そういった割合もちゃんと考える。それから、えー、と男性スピーカーと女性、ノンバイナリー、他のジェンダーの割合というのを考える。やっぱりどうしても、これは日本だけではなくて、男性にスピーカーが偏りがちであるというところから来ています。で、開催地域の実際の人口構成と比べる、まあ。特に少数グループをしっかり含める。 でまあ、例えば人種、民族、セクシャリティ身体的能力、神経的能力、文化、階級、カースト、国籍、年齢などが偏らないように考えられるといいですねということを書いていますで。フレッシュな新人登壇者と経験豊富な登壇者とのバランス。で開催地域のワードキャンプ参加者層を反映する。で開発者、デザイナー、実装者、ユーザー、使用する言語、異なる地域からの参加者など。いうものを 含めててて考えいいいきまましょうというとものになっていますで、えー、とどうしてこういうことが必要なのかっていう根っこの話になるとやっぱりあの自分が参加したワードキャンプとか、まあ、ワードプレスミートアップとかで自分と同じような属性を持った人がちゃんと含まれて登壇しているっていうのはその時登壇している人間じゃなくても参加しただけでもあの含まれていると感じることができる。 っていうので、あなたたちはここには必要のない人間じゃないですよっていうことをちゃんと伝えるためにも、スピーカーも多様性を持った人たちで構成しようという話が進んでいます。で、えー、と実際のセレクションの方向なんですけども、ちょっと,、えー、とこういう。 まあこういう選び方をするとこういう問題点がありますよっていうところの話でまず名前だけで先行してしまう。登壇者の知名度や評判をもとに選ぶと多様性が優先されず新たな声が含まれなくなり包括的ではなくなる。んかそのさっきのロックスターだけじゃなくっていうのにも近いんですけどこの人こんなこと話してくれるとか分かっている人有名な人とかだけで選ぶと多様性が優先されない。 とといいうことが書かれていますで、えっと、完全な匿名方式での選考。これは最初に割と名前だけでの選考が、こう、名前だけでというか、まあ、知名度とか、この人こういうの話してくれるっていうのでの選考が多くなったっていうところがあったと思うんですけど、あの完全に名前を隠して選考しましょうっていう話があったんですね。で、ただ、完全に名前を隠して選考すると、 まあ長年活動してきた経験豊富なスピーカーは良い応募文の書き方を知っていて選ばれやすい。で、えーと、多様性を優先するには、主催者はラインナップが多様な個人で構成されるよう選択しなければいけないんですけども、匿名方式はむしろこれを不可能にしてしまうという。で、えー、と対象のワードキャンプで使用される言語が第一言語じゃない人や、文章を書くことに障害を持つ人について考慮できない。 でまあ、なんか文章を書くことに障害を持つ人について考慮できないっていうのは割とまあなんか厳しい書き方をされてるとは思うんですけど、まあ、文章が下手だからといって <laughs> あの考慮されないっていうのはちょっと違うよねっていうところで実際の理想的なスピーカーの選考方法っていうので、まあ、少数派に属する人からの応募を増やす方法をまず学びましょうっていうことが。 書かれていますでこの少数派に属する人からの応募を増やす方法っていうのはちょっとまだ日本語に翻訳されてないハンドブックとかにも書いてあるんですけど結構こちら側から運営者側からその属する人たちにアプローチしましょうっていうことが書かれています。今までその登壇してこなかった人たちっていうのをあの待っててもそれは応募が来ないのでこちらからアプローチしましょうっていうことですね。 でまあ、スピーカー選考は,はできるだけ早く行うように計画するっていうのはちょっとあの割とイベントやったことのある人は心が痛い気持ちになるかもしれないんですけどあの例えば、まあ、あんまりお金がない人とかそういうスポンサーのサポートを受けれない人とかだとやっぱり早めに旅行の計画を立てたりとかあのそのイベントに参加するっていう計画を立てないとそもそも選ばれても。 参加できなかったりとかもするので、できるだけ早く行うように計画しましょうっていうのが書かれています。それから各少数派グループの比率を設定するっていう、まあ割とここ最近はよく話として出ていたかもしれない気はするんですが、まあ、50%は女性ノンバイなり、その他のジェンダーのスピーカーにするという目標をまずイベントの中で決めてしまうとうであとから60%は地元のスピーカーにするとかっていう目標を決めましょう。 でえー、と多様なスピーカーのアウトリーチチームを創設するって書いてあるんですけど、これは割とあのワードキャンプとかだとスピーカーチームってできると思うんですけど、スピーカーチーム自体を多様性を持った方がいいよねでそうしたらあの実際の多様性のあるセレクションにつながるよねっていう考え方です。でえー、とアウトリーチの対象者にそのアプローチするときに、 もたらすかっていうをちゃんと言葉にしましまょううなぜその人たちがイベントにとって私たちが重要なのかって考えてるかっていうのをちゃんと伝えましょうということを書いています。で、えー、とちょっとここにあったのはそのアウトリーチするあのアプローチするときにあの選ばれますよって例えば公募のときに言うようなことは言わないです。そうするとあの選ばれなかったときにすごいがっかりしちゃうじゃないですか。なので あくまでも、例えば重要なので、と思っているので、ぜひ応募してくださいみたいな言い方にしましょうみたいなことも書かれています。で、えー、と選考方法、これは実行,委員側実行委員会側になるんですけども、まあ、匿名ラウンド、さっきの言ったあの名前を見て選ぶ、完全にブラインドあの、匿名にして選ぶっていう選び方を1回1回。 は最低でも行いいましょううっていうことが書かれていますこれあの、さっきのセレクションのハンドブックのところに詳しくもうちょっと書いてあって、あの、点数を入れるみたいなこととか、あの、セレクション方法が書いてあるので、あの、絶対にそういうふうにしましょうっていうものではないんですけど、あの、参考にしてもらえたらいいなぁと思っています。っていうので、こんな感じで、あの、今日公開しました <laughs>。 あのワーーードキャンプのスピーカー選考っていう話がありますで、えー、と今日みんなでディスカッションできたらいいなと思っているのはまあなんかこういったセレクションの方法っていうのはあるんですけども多分なんかその前にできることとか例えばミートアップだったらこういう方法があるよねとかいうことも私たちそれぞれ持っていたりとかするんじゃないのかなと思ってなんかこういう 方法をとってますよとか、こういうことできないかなみたいな話し合いをして、それをみんなで、なんか、みんなの知見として共有できたらいいなということを考えています。はい。というところで、取り組みの紹介でした。ありがとうございます。という感じで、取り組みの紹介、ありがとうございます。えー、これを、この、 今聞いたのを参考にみんなでこの後ディスカッションをしたい。ね、またはあの今日運営、ミートアップを実際に運営されている方もいらっしゃると思うので、うん、実際にどうやってご自身がね、うん、運営しているミートアップでどうやってスピーカーを決めているのっていうその体験談的なのも聞きつつ、どうやったらより良くできるかっていうのを、うん、みんなで話せたら良いと思いますし、 つい最近、ワードキャンプ東京っていうのがあって、そこでもスピーカーセレクションってどうしたのっていうのも聞きたいかもしれないし、うんうん、日本だと次、ワードキャンプ関西があるんですけど、そこでのセレクションどうなるのとか思うと思うんで、うん、それをこの後できたらと思います。が、その前に写真を撮りましょう。はい。一回画面共有と思います。もし、画面をオンにできる人は、 ぜひ画面にオンにしていただいて、<laughs> そして僕は画面オン、画面オフの人が非表示なのを僕はどうやってズームて解除するか。<ー>上の4名誰か全員が出ている人います。いますいます。私、撮れますよ。もらっていいですかじゃあ。はい。え、なんかもうこんなさっくり撮っちゃっていいですかはいじゃあ、撮り りりますにっこりしてはい <laughs> もう一枚念、ね、のために取っておきます。え、なんかしゅうせいさん、なんかいろいろ出てきてる。それ何 <laughs> 何がえ、なんかふわってしたらいろいろ出てくる謎あ、ほ、うんとだ。これ多分ね、<え>ピース、ピースするとそれが出てくる。なんかズームの機能らしいです。ああ<ー>、そうなんですね。なるべく見えなようにい <laughs> じゃあ、はい、撮ります。 はいありがとうございました。はい、そしたら、この後ですね、ブレイクアウトルームがもうできているので、皆さん、今日あ、そう、はい、うん、その前にはですね、一回、録画を止めます。はい。じゃあ、皆さん、まず最初の第一部、ありがとうございます。はい <laughs>